クルミクルミはクルミかクルミ族の落葉鉱木の総称である。また、その角化の種子を加工した食用のナッツを指す。木材としては、英語、カタカナ読みして、ウォールナットと呼ばれる。原産地は、ヨーロッパ南西部からアジア西部とされ、北半球の温帯地域に広く分布する。樹高は8メートルから20メートルに及ぶ。 日本列島に自生しているクルミの大半は鬼ぐルミといい、核はゴツゴツとして非常に硬く、種子が取り出しがたい。なお、クルミとして食用に利用される種はクルミ属の植物の一部に過ぎない。クルミはニセアカシアやイタチュハギなどとともに植物の病害であるリンゴ炭素病の伝染源になりやすく、リンゴなど果樹栽培の際には伐採するなど、 周辺の植生に注意が必要である。木材としては、日本国内でも、ウォールナットという英語を元にした名称で扱われる。アメリカ合衆国北部やカナダで育った、クルミ材であり、チークやマホガニーとともに、世界三大名木の一つに数えられる。1660年から1720年にかけ、ヨーロッパ市場では、イギリスデザインやウォールナット種の製品が大変な。 人気を博し、ヨーロッパ家具の歴史では、ウォールナットの時代と呼ばれるほどもてはやされた。木質は重厚で衝撃に強く、強度と粘りを有し、狂いが少なく加工性や着色性も良いという特性を持つ。落ち着いた色合いと重厚な決めから高級家具材や工芸材に用いられてきた。アメリカ合衆国大統領の式台や、 アメリカ合衆国最高裁判所のベンチに使用される。また、対衝撃性の強さを生かして、ライフルの重傷にも使用される場合がある。また、チップは燻製を作るの際のスモークチップとしても用いられる。以上のように、クルミは木材として優秀なために持続的な伐採が行われた。結果、良質なクルミ材を製材できる大木が枯渇気味であり、現代では、 くるみ剤は高級木材として扱われる。仙台などで、くるみ餅といえば、くるみのあんであえた餅を指す。堺などで、くるみ餅といえば、大豆のあん、または、枝豆のあんで包んだ餅や白玉を指し、植物のくるみではなく、あんで包むことが語源である。なお、オーブン社国語辞典によれば、秋の樹木の項目にくるみはなく、あくまで果実、好みの項目に、 くるみが挙げられている。なお、オーブン社国語辞典によれば、夏の樹木の項目にくるみはなく、あくまで果実、好みの項目に青ぐるみが挙げられている。くるみが記憶力を向上させる、岩波康彦、近藤健一、飯島明彦、リンゴ炭素病の効率的な防除効果試験法。 関東東山病害虫研究会放2003年2003巻50号、P65 から69、DOI、10.11337、KTPPS1999.2003、65、飯島明彦、リンゴ炭素病の品のぐるみからの伝染、関東東山病害虫研究会年報1994年1994巻41号、 p123 から125、五、o 10. i 10.11337、ktpbs1954.1994、1234代目、極道南寮、時点にない大阪弁絶滅危惧種の大阪言葉172ページに、詳細なレシピがある。松村明、山口明穂。 和田敏正、大文社国語辞典 P1432 大文社1992年10月25日、発行 ISBN4 から01から077702から8、松村明、山口明穂、和田敏正、大文社国語辞典 P1431 大文社1992年10月25日、発行 ISBN4 から01から077702から8、 USDA 栄養データベースユナイテッドステーツデパートメントオブアグリ。ありがとうございます。